おはようございます。それではですね、今日2023年5月26日の応用数学へ、科目コード TB23044、こちらの方のですね、授業を始めていきたいと思います。今日で、僕の教科書の第2章の話が全部終わります。はい。で、今日は複素関数の連続性、微分可能性、そして、連続性ってもう一回書いてありますね。これ間違ってますね。正則性です。あ、この状態で書くの大変なんだよね。結構ね、これね、手を浮かして書かなきゃいけないんで結構大変なんですよ。あ、書ける書ける。正則性ですね、もう一つは。で、今日のお話の中で最も重要なキーワードは、正則という言葉です。そして、その上で、これの裏面に書きましたが、定理 2.2 で出てくるんですが、コーシーリーマンの関係式というのがもう一つの非常に重要なポイントになってきます。で、冒頭の、講義の冒頭で、この授業の一番初回のあたりで言ったかもしれないんですが、要するにこれから、極限と微分を複素関数に対して説明していきます。で、最終的にですね、複素関数でのポイントは、実関数の場合には C1 クラス、C2 クラス、C3 クラスっていう概念があったんですよね。つまり1回微分できたからといって2回微分できるとは限らない。2回微分できたからといって3回同関数が存在するかどうかわからないという、そういう意味で C1 クラス、C2 クラス、C3 クラスっていう考え方があったんですが、複素関数に関しては1回微分できたら何回でも微分可能になります。これが複素関数の最大のポイントです。はい。なので、複素関数は実関数ではですね、使えなかったいろんな武器が あるんです。はい。というわけです。それが、今日の話、そういう話につながる話です。で、まずですね、複素関数の極限の話からしていきます。極限は、z を α に近づけた時の fz が a に、a という値になる。で、こういうの極限値っていうわけですが、これの意味は、実関数の時と同じように、fz が、fz マイナスラージ a の絶対値がですね、0になるということです。で、これ、さらに精密には、イプシロンデルタ論法を使うわけですが、正、ある2のイプシロン正に対して、デルタイプシロンっていうものが存在して、そして z マイナスアルファの絶対値がデルタイプシロンより小さければ fz マイナスの絶対値はイプシロンより小さくなるというこういうことが言えればいいわけです。で、それで、このイプシロンデルタ論法多分解析学の A で教わった人もいれば、場合によってはですね、省略された方もいるかもしれません。で、ここでもう一回それをちょっとですね、説明します。はい。じゃ、ちょっとこの辺にしてね。はい。じゃあ、ご挨拶。はい。降りる。ね、はい。はい。それでですね、君そこに座ってなさい。君も、それで、ちょっとね、授業聞きなさい。いいね。わかったね。はい。それでですね、それで、はい。うん。まあ、君、ちょっと座れ。はい。な。はい。それで、この極限の意味なんですが、例えばですね、z 分の1で1を近、z を1に近づけたとき、z 分の1が1になるっていう、そういう極限について、ここでちょっとですね、イプシロンデルタ論法を使ったらどうやって示すことになるのかっていうのを説明していきます。で、ポイントはですね、ここにあるデルタイプシロンこういう形で、この fz マイナス a の絶対値がイプシロンより小さくなるというような、このイプシロンを最初に置いてやったときに、これを成り立たせるためにはですね、z マイナスアルファの絶対値がどんだけ小さくなればいいかっていう意味でのデルタイプシロンってやつを見つけりゃいいんです。一個見つけてくれればそれで終わりです。で、この場合ですね、まず、z 分の1マイナス1の絶対値がイプシロンより小さくなるためにはって言って、この不等式先に書くんです。最初に書くのはこっちじゃなくてこっちなんです。はい。で、それで、これ書いて、それでこいつをですね、絶対値の中身は z 分の1マイナス z の絶対値ですね。で、これ、割り算の絶対値は絶対値の割り算になりますからってこうなって、で、ここでですね、この不等式の、ここの不等式の、左辺を z
Z と Z-1 で書いてあるんですが、これを全部ですね、Z-1 の関数に書き換えるんです。Z-1 の関数に書き換えるんです。そうするとこうなります。これ分母は単に Z=Z-1+1 ってしただけですよね。で、その上で、これ、この左辺の部分に対してこれが成り立ちます。これなんでかっていうと三角不等式使ってるんです。ちょっとここに書きますね。結構しんどいんですけど、手を浮かして書かなきゃいけないから。これが、この分母ね。こいつは、三角不等式を使うと、の下、ローアーバウンドの方を使うんです。こうなりますね。三角不等式のですね、アッパーバウンドの方じゃなくて、ローアーバウンドの方を使うと、これが出てきますね。だからこいつが言えるんです。これ三角不等式です。ということになります。で、こいつを作る。で、これが成り立つので、この上限の方の上階ですね。上階。アッパーバウンドの方がイプシロンより小さければ、ローアーバウンドの方はイプシロンにより小さいに決まってるんですよ。で、なので、こいつを満たせば、これが満たされるよっていうことなので、これを満たすような Z-1 の絶対値の上階を求めればいいんです。アッパーバウンド求めればいいんです。で、これなんですが、これ、複素数に対する不等式に見えますが、皆さんこれで、Z-1 の絶対値に対する不等式なので、皆さんが高校の1年生の時に教わった、不等式をどうやって解くかっていう話に帰着されるんです。Z-1 の絶対値に対する不等式というふうに見れば、これは実関数に対する不等式になります。なんか、犬がですね、今、三脚のあたりをうろちょろしてたんで、君倒さないでよ。おい、君、いいね。三脚倒さないでよ。大変なことになるからね。はい。ということで、それでこいつを解くとこれが出てくるんです。このサイン。で、そうすると、Z-1 の絶対値がこれより小さいってなるので、この丸つけたこいつがデルタイプシロンとして、一個見つかったよって、OKOK。これで OK っていう本、これがイプシロンデルタ論法を使った極限の証明なんです。はい。具体例に対するね。はい。ということです。で、それで、ただですね、同時にもう一つ重要なことがあって、ここのところにちょっと空いてるところに書きますが、リアルパートとイマジナリーパート、Z プレーンの中で、例えばこの辺に1っていうのがあって、それで、実関数の場合には、実関数の場合にはこれ右極限と左極限しかなかったんですよ。いいね。右極限と左極限しかなかったんです。ところが、複素数にすると、今度は、要するに、上と下からの極限も存在してくるんです。一次元じゃなくなるからですね。それだけじゃないんです。これでもいいです。斜めから突っ込んでくるような極限も、ありなんです。それだけじゃなくて、こういう極限もありなんです。こういう、1に対してね、すべての近づけ方に対して同じ値になりますかっていうのが、これが複素数の意味での極限の考え方です。で、なので、この考え方を使って、これから微係数を定義していくんですが、そうすると、右極限、左極限だけでなくて、あらゆる近づけ方、この辺波打ちながら近づいていっても構わないんです。ね。というようなことで、すべての近づけ方に対して極限値が同じになりますよってのは極限が存在するって意味なので、強力なんです、これ。だから、一回微分できたら何回でも微分できるんですよっていうような性質が出てきたりするんです。はい。それで、それでですね、次、極限が終わった次は連続性です。で、連続性については、これは、Z を α に近づけるときの FZ の値が、Z カッコ α になると。これが、Z イコール α で FZ が連続であるっていう意味ですね。はい。で、それは、これ FZ マイナス F カッコ α の絶対値が0になるっていう意味ですね。はい。で、これが、Z平面上の領域 D で、領域 D で任意の α に対して、これが成り立つときに領域 D で FZ は連続であるというふうに言うわけです。はい。
そしてこれをですね、より精密に言うとすれば、領域 D における任意の α に対して、イプシロン正を設定してやったときに、任意の、どんなんでもいいから、任意のイプシロン正に対して、デルタイプシロンコンマ α っていうものが、α という点ごとに存在して、そして、z マイナス α の絶対値が、デルタイプシロン α より小さければ、そうすれば、必ず、この、fz マイナス f カッコ α ですね。の絶対値が、イプシロンより小さくなるということが言えるというのが、これが、領域 D で連続であることの、イプシロンデルタ論法を使った定義になるわけです。はい。で、さらに、このイプシロン、デルタイプシロンコンマ α が、α、どこの点を考えたかによらないものとして見つかってしまったときに FZ は領域 D で一応連続であるっていうふうに言うんです。一応連続っていうのは点に対してというよりは、基本的には領域に対して、の概念になります。はい。ということです。で、例としてですね、FZ イコール Z 分の1っていう関数をですね、Z の絶対値が0と1の間。つまり、単位円の内側で、Z イコール0をだけくり抜いた、1点だけくり抜いた領域を考えます。なぜくり抜いておくかっていうと、Z イコール0では明らかにこいつ発散してるからです。そこは除きます。で、これはですね、連続なんです。それは、ここら辺のイプシロンデルタ論法を使ってやれば、示すことができるんですが、その時に見つかるデルタイプシロンアルファっていうのはですね、これは Z イコール0に、近い点であればあるほどですね、より小さく取ってやんなきゃいけないんです。より小さく取ってやんなきゃいけないんです。もう、より小さく小さく、Z イコール0に近い点であればあるほど、just Z イコール0を発散してるから意味ないんですが、そうじゃなくて、Z イコール0に近づけば近づくほど、どん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 デルタイプシロンアルファっていうのは、ちっちゃく取ってやんなきゃいけなくなるんです。はい。なので、これは、連続だけど、一応連続ではないんです。そして、もしですね、ところがですね、ここ、0より大きいじゃなくて、なんか、プラスの、値、ローっていうのを持ってきて、z の絶対値がプラスの値、ローより大きくて、1より小さいっていうような領域を考えます。これね、円環領域って言うんですね。円環領域って言うんですね。で、この領域では、z イコールロー上で決めた、z イコールローっていう、z の絶対値イコールローっていうところで決めた、デルタイプシロンローが、実は、この領域の任意の点での、デルタイプシロンアルファに、なってくれるので、だから、アルファによらないものとして見つかって、一応連続になります。だから、ローをジャスト0にしちゃったらダメなんですけども、ローをですね、0と1の間のプラスの数でどっかに置いておけば、設定して領域を考えれば、こいつは一応連続になります。非常に、これですね、有名な例ですので、はい。これ、一応こういう例がありますよ、ということを一言言っておきます。で、その上で、はい、まず微分ね。微分は同関数。同関数は、これは複素数の意味での h を0に近づけるっていうような意味で、こういうふうに定義していきます。で、この値が、この f'z っていうのが、これが、その領域 D で、有限確定して、領域 D の任意の点で有限確定していれば、fz は領域 D で微分可能であるというふうに言うことになります。はい。そして、その上で、fz が z、平面上の領域 D の任意の点で微分可能であるとき、FZ は領域 D で正則であると言います。はい。アナリティックっていう言葉を使います。英語ではアナリティックです。はい。そして、じゃあですね、FZ が Z イコール α っていう一点で正則であるってのはどういう意味かっていうと、これは Z イコール α を内部に含むなんか、しかも FZ がその正則であるような、そういう領域が存在するという意味です。つまり、そういうですね、Z イコール α を、の近傍で、Z イコール α およびその近傍で、微分可能であるということ。同関数が有限確定するような、そういう近傍が存在するという意味です。これが Z イコール α で、FZ が正則であるという定義になります。はい。なので、この正則アナリティックという言葉は重要です。そして次、得意点、シンギュラーポイントです。はい。シンギュラーポイントっていうのは、これは、正則でない点を得意点って言います。で、いろんな種類があります。例えば、ここにちょうどいいのですが、
Z 分の1っていう関数があります。これは Z イコール0は、得意点になってます。ただし、Z イコール0の、Z イコール0の近傍は正則なんです。Z イコール0は、発散してるけど、Z イコール0の周りは全部、正則なんです。こういうのは後でやりますが、アイソレーティッドシンギュラーポイント。孤立得意点と言います。はい。というような形になってます。はい。で、それで、あとはね、N 回同関数。はい。2回同関数はこの形で定義されて、N 回同関数は N-1 回の同関数で逐次的に全部定義されます。はい。そして、教科書の定理 2.4、2.5、2.6、2.7 をですね、意味を一つずつ、コンパクトに説明していきます。定理 2.4 は正則なら連続であるって、まあ当然なんだけど、そういう定理が成り立ちますよ。そして、定理 2.5、こちらはですね、高校の数2で微分を教わった時にまず教わる、微分の公式ですね。足し算の微分っていうのは、微分の足し算になるよってやつと、それから F×G の微分っていうのはどうなるかっていうと、片方ずつ微分して掛け算しなさいっていうやつですね。そういうやつが、そういう微分の公式が、教科書の 2.92 から94に書いてあります。そして、君何やってんの？なんかこのホワイトボードの真下に来てます。ワンちゃんが。はい。それで、定理 2.7。こちらはですね、2.6。これ合成関数の微分です。これもですね、高校のですね、数三で教わりますね。合成関数の微分。はい。で、これ、この式自体は複素数でも成り立ちますよって、それで終わりなんですが、例えばですね、FZ の同関数をですね、セーターイコール Z 分の1と変換したときにどうなるかっていう、つまり、GZ イコール Z 分の1というふうに置いてあった。そういう場合の、合成関数の微分を使うと、こんな風にですね、FZ の Z による微分をですね、セーターイコール Z 分の1で変換して、セーターだけで書いたときにこうなりますよっていうことが例えば出てきます。で、これ、FZ の2回微分に対しても同じことができます。これ、非常に、なんていうか、これ非常に、重要な、計算になります。どういう意味かっていうと、二回線形の微分方程式が与えられたときに、それをそのまま解くんじゃなくて、セーターイコール Z 分の1で変換したときに、セーターの関数として、二回線形微分方程式がどんな風に書き換えられるかっていうときに、例えばこれ使います。なので、自分でこれ2回微分の場合どうなるかっていうのをちょっとは自分でやってみてください。はい。それから、定理 2.7、これロピタルの定理です。ロピタルの定理に対しては、Google クラスルームで、計算問題、課題とか出しておきましたので、自分でやってみてください。Z 分の sinZ の Z を0の極限が1になるよって、これで示すことはできますよね。例えばね。そんなようなことです。で、人によってはですね、ロピタルの定理は実関数に対して与えられているもので、複素関数についてはロピタルの定理とは言わないという、うるさいことを言う人もいるんですが、私はそんなこと言いません。これ、複素関数に対するロピタルの定理が成り立つということです。はい。そして次、Z の N 乗、それからエクスポネンシャル Z、コーサイン Z、サイン Z、ハイパブリックコーサイン Z、ハイパブリックサイン Z、それから、対数関数、それからべき関数の同関数は、教科書の 2.102 式から106式に与えてあります。で、具体的に例えばですね、Z の次乗のですね、1回微分が 2Z になるというのは、こんな風に、定義にしたって、ここの定義に従って示すという形で、与えられます。はい。それで、2の n に対して、z の n 乗の、微分はどうなる、が、n×z の n 引く1乗になりますよっていう話。これは、教科書の61ページのですね、例 2.7 に書いてあります。z の n、要するに、z プラス h の n 乗が、ここから出てくるんですが、それを2項展開して、丹念に計算していけば出てきますよっていうのは、この例の 2.7 の、説明になってますので、それは後で自分で見ておいてください。で、一番最初に言った通り、一回微分が存在したら何回でも微分できますよってここに書いてあって、これは、証明はどうするかっていうと、三章であるコーシーの積分公式を使って導いていくんです。はい。というような形になります。とにかく、これが要するに、複素関数の微分に対してのですね、一枚のホワイトボードでまとめるとこんな感じになります。まずここで一度今日の授業の前半の部分を、終わりにして、この後後半ではですね、コーシー・リーマンの関係式、
定理 2.2 の話をしていきたいと思います。ちょっと一回休憩を入れたいと思います。はい、それではですね、2023年5月26日の応用数学 A ですね、TB23044、こちらの方のですね、後半の、話に入っていきます。で、後半はですね、前半は極限定にして、連続定にして、で、一応連続っていう複素平面における一応連続性の話にも触れた上で、微分同関数の定義をやって、それから、FZ が領域 D で正則であるという意味を説明して、そしてあと特異点っていうものがありますよっていうことを言って、その上で高校の時に教わったいろんなですね、微分の性質について、同関数の性質についてですね、合成関数の微分とかロピタルの定理とか、それから初等関数の微分はどういう式になりますよっていうのも一応、どこに教科書で書いてあるかっていうのも言って、それで、一応そういうお話をしてきたわけです。で、ポイントはとにかく正則という言葉です。英語ではアナリティックって言いますので、皆さん一応このアナリティックっていう言葉を覚えてください。それでですね、その上で、はい、後半です。後半は今度は教科書の62ページの定理 2.2 を見ながら聞いていてください。教科書62ページの定理 2.2。これが複素関数の微分に関する基本定理。別名、コーシー・リーマンの関係式に関する定理というふうに言われています。コーシー・リーマンの関係式に関する定理というふうに言われていることがあります。で、どんなもんかっていうと、複素平面上の領域 D で定義されている関数 FZ に対して、Z の実部を X、Z の虚部を Y、それから FZ の実部をですね、X と Y の関数と見て UX,Y というふうに置いて、FZ の虚部の方を、やっぱり XY 平面上の V という二変数関数として見てやる。ということを、まずやってやります。つまりこういうことです。複素平面っていうのは、実物虚部を XY にすると、XY 平面上での、なんていうか、XY 平面上で考えていると思ってもいいわけです。だから、複素関数と、それから二変数関数に対する変微分の話とか、全微分の話っていうのが、ここでですね、非常に重要な役割を果たしてくるということになります。で、解析学 B で、二変数関数に対する変微分とですね、全微分の話をしたと思います。その話が ここでは重要になるということです。忘れた人はですね、解析学 B で全微分可能ってどういうことっていうのをちょっと後で見ておいてください。はい。で、XY 平面上でまずですね、だからこの領域 D って同じ場所にあるんです。ただ、表現を XY 平面で考えてるか、Z 平面上で考えてるかの違いだけです。はい。で、XY 平面上で領域 D で、こういうふうに U と V のですね、X と Y での変微分がまず連続であると。それからもう一つは、その領域でこの関係式、こういう関係式、これコーシー・リーマンの関係式っていうんですが、この二つの関係が U と V に対しての変微分に対して成り立っているということ。この二つのが、まず、成り立つ場合には、FZ は Z 平面上の領域 D で正則となります。そして、同関数はこんな風に U と V を使って与えられるということが導かれます。そして、逆に、正則ならば、上の XY 平面上でのカッコ1とカッコ2が成り立っているということになります。で、下が成り立てば上が成り立つよっていうのは必要性で、上が成り立てば下が成り立つよっていうのは十分性になってるわけです。はい。で、それで証明なんですが、証明一応ですね、
なんていうか、もともと僕の、教科書ですね、全部証明書いてあったんですが、出版する前にですね、ページ数はって出版社から聞かれてですね、600ページぐらいになりましたって言ったら、ダメですよ、それって言われて。はい。そんなにページ数増やしたら、3000円か4、あの、3000、今、いくらでしたっけ？この教科書。この教科書、今3400円ぐらいですが、3400、500円ですが、5000円超えちゃいますよって言われたんです。それで、証明を全部削った。というようなわけなんですが、それで、一応参考文献として、広池和夫先生、森田徹先生、田中稔先生の書いた応用解析学なんかを、参考文献に挙げてますが、あるいは応用数学講義、堀口剛先生書いてですね。挙げてますが、どちらも最近在庫切れでもうですね、なくなりつつあるそうです。っていうか実際もうなくなっている、というような話を聞いているので、ここでは証明を説明します。で、証明なんですが、まず必要性。正則ならば上が成り立つからいきます。これはですね、正則だったら D の各点への近づけ方によらず、こいつが存在します。なので、存在するので、実軸上でのゼロの極限と、虚軸上でのゼロの極限ってやつをですね、二つ別々に考えてあります。これに対して。はい。で、まず実軸上での極限ですね。はい。これです。微係数を考えるのに、実軸に平行な方向に対しての極限ですね。具材とイーターをゼロに近づけるは、これは実数の範囲での極限だと思ってください。はい。ですから、これは右極限と左極限しか考えていないということです。その上でこれ書いてやると、そうするとですね、この F と F、F、関数 F を実部と虚部に分けて書いてやると、こんな風になります。で、これ、実は U と V の偏微分の定義になっているんです。なので、これ、U と V の X による偏微分の定義そのものなので、これが出てきます。で、今度、eta、つまり、虚軸に平行な方向で、上から極限と下から極限考えてやります。そうするとですね、この場合もこの F をですね、実部と虚部に分けて書いてあると、こうなって、これ、やっぱりですね、基本的にはこれ、U と V の Y による偏微分になってるので、こうなります。はい。で、ここで、これと、これですね。はい。それから、これと、これを比較するんです。はい。で、上の式はですね、この最初の項が実部で、後ろの項が虚部ですね。で、こちら側は最初の項が虚部で、後ろの項が、実部になってます。で、これ、とにかく、正則だから必ずこれどんな極限でも同じ、式、同じ値になるよっていうことを意識すればですね、当然これ高等式として成り立たなきゃいけないんですよ。この上と下がイコールになるようにね。なので、そのためにはっていうと、この条件が成り立たなければならないよということで、こうシーリーマンの関係式が出てくるねっていうことになるんです。ちなみに、正則なんだから、正則なんだから当然ですね、U と V の偏微分は全部連続じゃないと、こいつら、式が破綻しますね。だから、連続性も当然、成り立たないと、こいつは、元々の正則性に反するから、連続であるべきだよね。ってもちろん、それは出てきて、カッコ1が出てきて、カッコ2のコーシー・リーマンの関係式が、さらには出てくるというようなことになります。はい。これが、必要性です。この、十分性については、どうしたの？なんか今日、落ち着かないね、君。ダメだよ。なんかワンちゃんちょっとですね、今日落ち着かないんですよ。どうしたの？なんかいたずらしちゃダメだよ、君。ほら。あ、なんか。いたずらしてる上にですね、今日はちょっとなんか気が立っているようです。はい。まあいいや。続けましょう。十分性です。今度はですね、H を0に対して近づける極限っていう時のこの極限操作、微係数のですね、極限操作の H の、は、これは複素平面上の極限として考えるんですが、その時の H の実部と虚部を具材とイーターっていうふうな形で置いておきます。はい。そして、その上で複素数の極限としての微係数の定義書いてあって、そして、それが実際にはですね、ここで、この式でいう、
ここに書いてある導関数がこうなるよっていう、この B のところの式ですね。これを、ここに、これとの引き算をしてやるわけです。要するに、これ引くこれが0になれば、ちゃんと導関数が存在したねっていうことになって、だから正則だよということになるんですね。だから正則だよってのは、導関数がちゃん、導かれて、有限確定で導かれてるってのは正則の意味ですからね。はい。なので、要するに、この結果を見てですね、この引き算してやるわけです。微係数と結果に対する引き算を考えてやって、その上で F をですね、実部と虚部に分けて、まず書いてあります。これ実部と虚部に、書き間違いがなければ、こういう形になります。で、H 分の1はここにしか入ってないので、それをですね、全体からくくり出す形にしますので、ここに具材足す i イーターっていうのはここに残ります。はい、乗ってきます。これは H 分の1を全体からくくり出すことによって、ここにつくファクターになります。はい。そして、その上でですね、これをですね、実部と虚部に分けて書いてあります。こいつを実部と虚部に分けて書いてあります。こちらの時点では Z とか H とか複素数入ってるんですが、こちらにすると具材も eta も X も Y も実数です。U と V も実関数です。なので、その上でこれをですね、実部と虚部にちゃんと分けてやります。で、実部と虚部に分けた上で、書いてあった上で、ここの波線のところでですね、これ第1項は U だけで書かれているかと思うと、ここに V が残ってるんです。第2項は V だけで書かれているかと思ってると、ここに U が残ってるんです。で、ここでコーシー・ニーマンの関係式を使って、V を U で置き換えます。U を V で置き換えます。ここだけ。そうすると、ここのところで出てきた式、この、それぞれが0になるっていうことが、U と V に対する全微分可能であることの、条件なんですよ。はい。で、要するに、全微分可能性から、こいつがそれぞれ0になってないといけないんです。はい。実物強化がね、H を0にした極限において。これが、全微分可能性をここで使います。最後に使います。解析学 B でやったね。はい。ということになります。これで十分性も証明されて、このコーシー・リーマンの関係式が皆導かれるねっていうことになってくるわけです。で、要するにこれでコーシー・リーマンの関係式に関する、複素関数の微分の定理、これが、証明できましたねっていうことになってくるわけです。はい。というわけです。とりあえず、まず証明まで終わりました。この後ですね、こいつを使ってですね、エクスポネンシャル Z の微分がエクスポネンシャル Z になるよっていうことをこの後ですね、ちょっとだけ休憩した上で、説明していきたいと思います。はい。まずちょっと一回ここで、少し、小休憩を入れたいと思います。そしたら10時から再開します。はい、それではですね、今日2023年5月の26日の応用数学へ、科目コードが TB23044 のクラスの方ですね。こちらの方のですね、後半部分というか、第3部になるんですが、こちらの方ですね、話をしていきたいと思います。で、第2部では、一応この定理 2.2、教科書の62ページの定理 2.2 ということで、コーシー・リーマンの関係式について説明しました。で、証明をですね、ガーッとこういうふうにやってお見せしました。で、本当はここにですね、書こうと思った、例を書こうと思ったんですが、ちょっとですね、朝ちょっと、起きるのが今日、遅くなったために、ここまでで皆さんに、事前に写真をお送りして、そして、授業を、始めたんですが、はい。で、後半部分をやる上で、ここに書いたのではちょっとですね、見るの大変だと思いますので、この証明をまず消します。
上で、こいつを使って何やるかっていうと、教科書もですね、教科書の例 2.8 を見ていてください。教科書の例 2.8。で、領域としてはですね、無限点を除くすべての複素数を考えて、これで、エクスポネンシャル z は、正則。で、あり、そして、これは2の複素数に対して指数関数の微分は指数関数になるということを示します。ということになります。それを上のこのコーシー・リーマンの関係式に関する定義を使って示していきます。で、まず、x っていうのは、そこと同じで、リアルパートオブ z なんですね。はい。そして、y っていうのが、イマジナリーパートオブ z です。そして、u っていうの、u カッコ x コンマ y は、どうなるかっていうと、今の場合は、リアルパートオブ、エクスポネンシャル z なので、イコールエクスポネンシャルの x かけるコサインの y になります。そして、v カッコの x コンマ y。これは、イマジナリーパートオブエクスポネンシャル z なので、イコールエクスポネンシャルの x かけるサイン y になるわけです。はい。ここまでいいでしょうか。指数関数の定義使うとこれが出てくるわけです。はい。そして、その上で今、2の、xy ですね。今の場合は、x としては、プラスマイナス無限大。2の y。これも、プラスマイナス無限大。これで考えたときに、に対して、u の x による変微分は、こうで、u の y による変微分は、そして、なって、v の y による変微分は、で、これらはいずれも連続なわけです。でやり、の関係式。ので、となって、だから、は、
任意の複素数、無限点を除く任意の複素数で正則であると。そして、その、Z による、変微分じゃないですね。全微分ですね。すいません。これは、これを使って書くと、イコール、プラス i かける e の x の sin y になって、ここ y となりますから、E の Z というのが成り立ちますねということで、これで導関数導かれるということになります。これが、例の 2.8 です。はい、で例の2、これが指数関数に対してこの微分の公式が成り立つわけですから、それを使うと、コーサインとサインと、それから、ハイパブリックコーサインとハイパブリックサインは、指数関数を使って定義されてますから、そこに指数関、エクスポネーシャル iz 足すエクスポネーシャルマイナス iz とかで出てきてますから、そういうのを使ってやるとそのまま、出てきますが、こうして、コーサインとサインとハイパブリックサインとハイパブリックコーサインに対しても、同じような、コーシーリーマンの関係式を使って導くことができます。なので、例 2.9 とか、それから、問いの 2.17。も参照し、各自で参照してください。で、それからあと、非常にですね、象徴的なリマークを一つ書いておきます。任意の複素数 C に対して、任意の複素数 C に対して、FZ イコール Z の強約複素数という関数を考えたとします。で、これは、常に正則ではありません。どの点を取ってもこの関数は正則ではありません。も定理 2.2 から導かれます。ことになりますので、これも、いい例題ですか？非常にいい例題なので、皆さんやってみてください。それから、Google Classroom の課題。ですね。問い 2.19。これは、自分で、やってみてください。で、これは、例 2.10 を参照、2.10 をひな型にして、取り組んでみてください。それで、この問い 2.19 だったら、例の 2.10 については、
この課題を挙げたところに動画、解説動画を入れておいたと思いますので、そちらの方を見ながら、で、あと、例の 2.10 を見ながら、問い 2.19 は各自取り組んでみてください。で、この問い 2.19 が、同関数のところのですね、最も基本パターン、最も、基本的な、例題パターンです。基本パターン例題です。この問い 2.19 が基本パターン例題です。で、さらに、これの、展開問題が、これの展開問題、もっと、バージョンアップした問題が、教科書の69ページの問題 2.7 です。となります。ので、これもですね、この、教科書の中の、例題と、Google クラスルームのですね、後半の方の課題として僕は挙げておいたように記憶しています。ちょっと今確認します。挙げといたはずなんだけど、どっかにあったと思うんだけど。これかな？うん、ありますね。これがレポートの18になってます。Google クラスルーム上のレポートの18になってます。で、あとその他にですね、非常に面白い例題として、68ページの問題 2.4、68ページの問題 2.4、こちらも大変に面白い問題ですので、これは、微分というよりは初等関数に対する例題なんですが、68ページの問題 2.4 もですね、これも、実は、高校の数三レベルの、計算力があれば、十分に、基本的な計算力があれば、それで十分に取り組める例題ですので、問題 2.4 も合わせてできるだけ取り組んでみていただければなと思います。はい。ということで、これで、第2章は全部終わります。で、次回は第3章ということで、複素関数の積分、いわゆる複素積分についての話をして、に入っていきたいと思います。で、複素積分に関してもやっぱりですね、この XY 平面上でのですね、要するに、二変数関数の積分というものを考えてやるということになります。で、その時に出てくるのが、次回やる予告編なんですが、複素積分に入る時には、今度は、皆さんが今、電磁気学基礎論でやってると思うんですが、ベクトル解析における線積分、ストークスの定理をやるあたりで、線積分という考え方が出てくると思います。この、ベクトル解析における線積分、二次元空間におけるベクトル解析の線積分、これが、この複素関数におけるですね、複素積分と言われているものと、非常に密接な関係があります。はい。で、そういうところから、次回はだから、複素関数の、積分、複素平面上の積分の定義について、説明するところから入っていきたいと思います。はい。それでは、今日の授業はここまでにしたいと思います。皆さん、それではまた来週ごきげんよう。